たまっちゃん、たまっちゃん、え、ね、猫こんにー、ちるちる少量 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみと綱吉です。本日紹介する作品はこちら、はい、ラクタ翔子先生のレンタルたまちゃんです。イエーイ。こちら今結構話題になっているので、すごい私も聞いたことあって表紙もめちゃくちゃ見覚えあります。そうですよね、今チルチル の, あのランキングでももうずっと上位に、うんうん、ですよね、はい、ありまして、私もそれを見てもう気になりすぎてちょっと読んだっていう感じでして、そうですね、なんか普通の話じゃなさそうな予感がしております。なんか表紙の段階でちょっといろいろと何ぞやと思ってるところがありますので、ちょっと早速紹介していきたいなと思います。こちらの作品のあらすじなんですけれども、こうまず舞台となっているのが今よりちょっとこうなんか時間軸の進んだ現代の日本っていう感じでして、そのこう社会保障制度がもう機能しなくなった日本で、その限界集落と化している町が舞台となっております。そう、すごい世界がそんな大変なことに、ちょっとこう荒廃気味というかな感じで、なんかそんなこう限界なあの都市のうんうん、公務員をしてあの働いてるのが攻めの矢沢くんになりますね、うんうん、で彼すごいこう正義感が強くて真面目な感じで、はい、あのなんか自分はこの町に恩があるから、うん、こう恩返ししたいって思いがあるからずっとちゃんとそこで働き続けてるし、もうなんかそのやっぱもうこの町を見限って出ていくっすわって言ってくるその役場の後輩とかもいるんですよ、うんうんうん、でもなんかそういうの聞いてもなんか彼はあの自分は出てこうとしないみたいな、うわ背負ってるなって感じ、すごいですよね、なんかその責任感あるいい人って感じがしますね。ちょっとこう自己犠牲がある感じっていうかな感じで、すごい優しいんですよ本当に根本が。で、あのなんか困ってるお年寄りとかもあの、うんうん、自分でこうボランティア活動をして助けに回ったりとか、うそう公務員の働きとは別でそういうこともやってるような、なんか心配になるぐらいのいい人さ、世話焼きな感じがめちゃくちゃいいですね。でみんなにそのなんか暴言を吐かれたりしても見えずにずっとそういう仕事をとか活動を自分で個人で続けてるっていう攻めなんですけど、頑張ってほしいし。でもやっぱりそので誰からもそういう褒められたりしなくてもなんか俺が好きでやってることなんだって思いながらもやっぱその変わってもういかないというか終わりの見えてる社会にずっといるとやっぱ気持ちも下がるしストレスだって抱えるじゃないですか。そうですね、うん、でもなんかそんなストレスを抱えてる矢先に彼の住んでいるアパートに、うん、あの猫レンタルサービスのチラシが入ってくるんですよ。猫レンタルサービス猫レンタルサービスってなるじゃないですか、うん、ちょっと聞き返しちゃいましたなんか彼もう独身で、まあ、一人住まいだから癒しが欲しいってことで、うんうんうん、猫レンタルしいよってなるんですよ。まあ確かに なるでしょうね、その流れだったら。そうそうそう、猫吸いたいなっていうことで、猫吸い、でなんか、うん、そう猫吸いするために電話して、うん、あのじゃあ、ね、レンタル、ね、猫レンタルサービスでーすって言って来たのがこのたまちゃん、たまちゃん、たまちゃん、え、ね、猫矢沢くんと同じ話をしてる。えでも普通そうなりますよね、ガチャってドア開けていたら。そうなんですよ。で私そのでこのたまちゃんが立ってて、あとたまちゃんのその飼い主というかレンタル貸元みたいな人が一緒にいるんですけど、はいはいはい、でえみたいになって、で私これ人間の形だから、うん、あの攻めにだけ人間に見えてるタイプの猫ちゃんなのかなって思ったら、あですよ、ね、確かに、うん、違って本当に人間です。じゃあ猫、私の知ってる猫ではなくではないですね、人間、そうなんですよ、人間かっこ猫、猫かっこ人間みたいな。矢沢も確認するんですよ、え、うん、人間ですよねって言ったら、うん、あ人間ですみたいな、あ人間なんだ。そうなんですよ、人間も猫です。おまあまあここは多分すって理解して次に進みたいところですよ、ね、そうだから、そうちゃん普通に本当に猫耳が生えてるんじゃなくて、ちょっと教師とかもよく見ると全然カチューシャなんですよ、カチューシャだ。そうなんです。なんかすでに不思議な世界観な感じがして、そうそうそう、ちょっとゾクゾクしてきますね。なんかなんかたまちゃんのその素性とか、どうしてそのなんか猫レンタルサービスをやってるとかも全然明かされずに進んでって、うんうんうん、まあでもとりあえず受け入れてあのレンタル猫するんですけど、うん、家に招き入れたそのたまちゃんの行動とかも、うんうんうん、あの発言とかはもう全部猫なんですよ。全部猫ってことは人間の言葉はもう喋らない、ずっとニャーって言ってる、あの部屋の中走り回ったり、あの、うんうん、おもちゃで遊んだりとかもう全部猫なんですよ。だから不思議、そう、うん、えたまちゃんって
何ってなるところそうですよね。そう始まっていって、ね、猫、うんうん、そうなんです。でなんかこう2人をその中心にしながら2人の取り巻く環境だったりとか、はい、たまちゃんとかその矢沢の過去の生い立ちっていうところがどんどん明らかになっていってっていう感じで進んでいくストーリーです。なんかすでにすごい不思議な感じが漂ってるの で、 そうなんですよ。その物語の背景とかがめちゃくちゃ気になりますね、うん、そうなんです。なんか日本の現代社会が絶対こう舞台になってながらもちょっと違うから、うんうんうん、なんかこうなんていうんですかね、ちょっと異世界観も感じたり、うん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 、でなんかそうやっぱ街が朽ちていくところがあるので、なんかそう、はい、なんかそういう朽ちていく過程でこう今までの社会の秩序とかモラルがこう機能しなくなったがゆえに、うん、なんかこう出会った2人なのかなみたいなそう思って、だってそんなあれじゃないですか、猫レンタルサービスで猫をしている人間と公務員ってなんか交わらなさそうじゃないですか。ですよ。なんかある意味運命的な感じもして、そうなんですよ。なんか出会うべくして出会ったんですかね。なんかこの終わりゆく世界でみたいな。そう、ちょっと切ない。そうそう。で、なんかあとこの変化していく社会っていうのも、うんうん、こう作中を通して一個すごいテーマになっているなと思いまして、はいはいはい、そう冒頭の方のセリフで変わるのは愛しいということっていうセリフが出てくるんですよ。結構これがもうなんか作品をこう読んでいく上での大きなテーマになってるかな、うん、なんか読んでる今の私たちにもすごく刺さる何かがありますよね。もう今現代社会ってもう変わってね、ついていけねーっていうこともね、もうなんか昨日の常識がなんか今日の非常識みたいなあ確かにそうそうなってる世界だから、うんうん、なんかそういう中でちょっと 今読んでよかったなってすごい思いました。じゃあやっぱ今実際に話題になってるのもすごいうなずけるというか、そうですそうです。なんかこう今のやっぱ世情じゃないですけど、うんうん、リンクするところもあるので本当に今読んでほしいなっていう作品です、ね、うわすごい激推しですね。はいはい、こちらの作品の一押しシーンなんですけれども、はい、2話でその雨の中たまちゃんが矢沢の家を訪れるシーンですね、うんうん、でたまちゃん猫だから傘ささないんですよ。あそっか猫だから傘ささなくてもうべしょべしょの状態で矢沢の家に来るんですよね。あ、まあ、それなんかけなげて可愛いなと思ったんですけど、で、まあ、その濡れてるからでこの世話焼きだからこの矢沢くんは、うんうん、拭いて拭かないと風邪ひいちゃうよって言ってこう嫌がるたまちゃんを捕まえて拭いてあげるんですよ、うん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 、でじゃあ服も脱いでって言って服脱がしたらたまちゃんの背中になんかすごいいっぱいこう根性焼きの跡とか、なんかこう傷みたいなのがあってかわいそう。でそうなんかたまちゃんってすごいかわいいしなんかこうキルキルしてる感じだけど、うんうん、みたいななんか絶対裏ありますよね。それはそう、なんかそれを見て一瞬矢沢もちょっとハッとした表情のコマはあるんですけど、たま、うんうん、ちゃんには決してそういう素振りを見せずに普通に接するんですよ。あやっぱそのたまちゃんからしても多分触れられたくないというかそうそうそう部分だから、そうそうそう、いい人ですね本当に。なんかそこにすごいこうなんか矢沢の本当に優しさ、なんか心の本当に優しさを見たなっていう感じがあって、うんうんうん、でそれでたまちゃんを拭くために、まあ、全身脱ぐんですけど、うんうん、全身脱いだたまちゃんの結構こう立ち姿が、うんうん、まあなんか一瞬あたまちゃんってそうだよね人間だよねってすごい思わされるあのシーンもあって、その流れで、うんうんうん、なんかそのたまちゃんがその尻尾生えてるんですけど、その尻尾も本当に生えてるわけじゃなくて、うん、腰に紐をつけて垂れさしてるっていうのが分かるんですよ、はいはいはい、全身脱ぐから。あ紐が見えてってことですね。そうそうそうです。たまちゃんあばらとかも浮いててちょっとこう不健康そうな、たまちゃんってみたいな、じゃなくその全身がバッて映ってなんか印象的なコマがあるというか、そうなんです、そうなんです。でも本当にその一連を見ても矢沢はずっと今までと同じ態度でたまちゃんに接して、たまちゃんを拭いてあげて、冷えちゃうからって言って、うん、一緒に毛布にくるまって温めてあげるんですよ。うわなんかその流れ全部ちょっと読みたいですね、多分結構こっち側の情緒がかき乱されそうな展開というか、なんか愛ってこういうことを思った、しみじみきそう。いやそう本当にきて、でなんかそういうなんか本当の心の奥底からの優しさになんか触れたことで、たまちゃんもなんか確実にちょっと心が動いたなっていう顔をするんですよ。で安心してそのあったかいなっていう安心して眠るんですよね、その矢沢の子なんかにこう抱えられながら、いやなんかすごい、すごい言葉は少ないんですけど、うん、もう確実に2人が分かり合ってもう距離詰まったな、この2人の心の距離がグッて縮まったなってすごい思いました。なんかその猫レンタルでレンタルされてきた猫とそのレンタルした側っていう関係以上の何かがなっていきそうですね。そうなんですよ、2人にこうなんか言い難いような絆が生まれていって、でどん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 こう近づいていく距離にこう反して物語はちょっとこう切ない展開に進んでいくんですよ。やっぱりそっちなんですね。
そうだから結構本当にラストとかマジで切なくっていろいろでも考えさせられました。なんかでも本当ラストの受け止め方は本当十人十色かなと思うので、はいはい、ぜひそれはちょっと本編を読んで確認してほしいなと思います。これはなんかネタバレなしで全部読み切りたいですね。そうなんですよ、読み切って、うんうん、ぜひあの自分がどう思うか解釈するのかっていうのを皆さんにちょっと考えてほしいなと。私は読んでからずっと考えてます。結構でも引きずりそうですね、私そういうの読むと。なんか楽しみなのと同時にちょっと怖さもありつつ。いやそうですね、でも気になるな。いや本当に一気に読んでほしいなと思います。最後にこちらの作品のまとめです。はい、作品とはねちょっとまあだいぶ闇かなとは思うんですけど、うん、私は個人の見解ですけど、うん、完全に闇にはちょっとしなかったなっていう感じですね。おー、なるほど、まあ、これも様々な捉え方があるんですね。エチドに関してはちょっとなしですね、うん、おー、そうなんですね、はい、たまちゃんに関してのそういうシーンが匂わせとかあるんですけど、うん、本編の2人のは全くないんですけど、うん、でもやっぱりこう心のやり取りというか心情描写みたいなところがちょっとこう結構深く突き刺さるものがあります。なるほど、じゃあそっち側がすごく濃厚に描かれてるというか。そうですね、はい、ちょっと読んでほしい。うわー、なんか重みのあるストーリーにかなり期待 が、はい、決めつけられますね。うわー、でどんな方におすすめかと言いますと、うんうん、あのもう可愛いこうなんですかね、ちょっと儚げな受けが好きな方だったりとか、うん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 、ストーリー重めの作品が好きっていう方にもまあ読んでいただきたいですし、うんうんうん、感動系がちょっと感動したいなっていう方にもぜひ、うんうん、なんか人泣きできそうな予感が読んでほしいなと思います。うわ、やっぱちょっとこれずっと気になってたので、はいはいはい、ちょっとこれを機にもちろん読みますし、はいはいはい、なんかレンタルたまちゃんっていうこのなんかタイトルとか表紙の意味とかもきっと読後に変わってきそうですね。あ、そうですね。うわ、はい、なんかあと引く感じの作品っていうのがやっぱり印象に残ってちょっと引きずって好きになってきそうなので、やっぱその今まで楽田翔子先生読まれてた方でもこう新境地というか、まあ今までとはちょっと違った世界が楽しめるかなと思いますので、あの今までずっと読んできたよっていう方でもちょっとぜひ読んでほしいなと思います。はい、ということで本日は、楽田翔子先生のレンタルたまちゃんを紹介いたしました。はい、こちらの作品を紹介しておりますチルチルの記事ページを貼っておりますので概要欄からぜひチェックしてみてください。それではバイチル。